先日の試合で相手チームのセンターが球場の度肝を抜くスーパープレーを見せた。まずはこちらをご覧ください。先日の試合でとんでもないプレーが飛び出しました。スローでご覧ください。潤が放った打球、完璧に左中間を破ったかなと思いましたが、この日風が吹いておりまして、やや打球が失速。そこに猛スピードのセンターが現れた。タイミング、飛び方、球際など全てが完璧なプレー。これね、なかなかお目にかかれないレベルのダイビングキャッチなんではないでしょうか。草野球とはいえ本当にすごいプレーです。ちなみにこの日、中野区一部のパンプキンズさんとのオープン戦でした。パンプキンズの投手は加山投手。二松学舎大学附属高校時代には、現在巨人軍で一軍定着を狙う秋広投手と甲子園に出場した好投手です。実は昨年もオープン戦で対戦しておりまして、その際はタジーやライパチのホームランなどで加山投手から3点を奪いました。しかしこの日、加山投手以前より数段レベルアップしていたんです。クリーンアップ相手にまっすぐで全く寄せつけない投球、凄まじい投球ですが、なんとか得点を奪いたいところ。攻略したいあっぱれ打線、この回の先頭は高見。3番順はデッドボールでノーアウトランナー1塁2塁、4番海星が打席へ。ここで二塁ランナー高見が仕掛けます。最後は抜けたスライダーで三振。まっすぐがいい分、抜けた球は非常に厄介。ショートゴロで無得点、ノーアウト一三塁を生かせず。次の回、先頭は鉄平。これはまさかの形で出塁。ここは生かしたいところです。代打のクリス、右方向にしっかり叩いてナイス進塁打。ワンアウト三塁を作り、打席にはライパチ。
エンドラン成功、ライパチナイスでございます。低めのちょっとね難しめの球ですが、なんとか食らいついてゴロを転がしました。素晴らしい。エラーでもらったチャンス、しっかりと点に結びつけることができました。ただ結局得点を奪えたのはこの1点のみ。香山投手素晴らしいピッチングでした。またリベンジさせてください。ちなみに今日のセンターの方の超ファインプレーにしてみましたです。最後に草野球でのファインプレー集で終わりたいと思います。最後までご覧ください。あ、かぶった。おー、ナイスキャッチ。あいつやばい、今のナイスキャッチだ。パチ、はい、上がりました、上がりました、はいはいはい、おー、3番これはさあ、順がナイスプレースーパープレーです。これドンピシャーナイスプレー。センターの東選手、ビッグプレー飛び出ます。このプレー、背走ダイビングキャッチ。この打球ぐーんと伸びていきますが、センターダイビングキャッチ。ロゼッタナインも万歳、アッパレベンチも称賛と、もう本当ビッグプレーです。スライダー追い込んで、高め抜いたスライダー強く弾かれます。打球は三塁線へ。私これね、技術とかじゃないと思いますね、気持ちで取りました。セカンドを守ってる海星が飛び立ってくるんで、注目ピッチャーの頭が越えた。しかしここに海星が反転してランニングスロー、どーっていうね、これすごい海星ならではのね。ちなみに対戦した山田ツナイズさんのサード、うわー、ダメして前にチャージかけて、チャージかけて、うわー、うまい。これは両腕が近さい、バントするの勝負が上がっちゃって、これサードすごくない、超ファインプレー、びっくりした。これね、チャージもすごいんだけど、俺サードとしてやってるからさ、走っても距離やべえぞ、うん、これね、地面スレスレなの、これ難しいのよ、野手は。ついショートショートショートいいね。